はい。シトコバトルの続きです。勝ちました。相手のセリフなんかあんのかな？だからそんな話が一言で通用しないかな。峠とショコはショコの方が上手いいと思うのを言うよ。ショコを言うよ。勝負しろ。勝ち逃げは認めないからな。バトルフリーク。先日ですね。さあ、始めることになったんでしょうか。お、あるんだ。というとおり持ち込む操作。ブレーキをかけつつ、十字キーを左右に入れて、リアタイヤを使います。前に車を左右に広くやるブレーキだね。で、前のタイヤのこのグリップって増やして、後ろのタイヤのグリップってなくすと、どういうふうに持ってくるの？必要出てない場合でも楽に。が変わったら別に離すといい。前で前手になったらきつい。こんなもんかで回れるんだね。それに出したらもう前に体重をかけるつもりね。もう一つはいわゆるパワードというコースを走っているときにアクセルを押したまま曲がろうとすると回転速度が始まるとどうなったらコースが増えると。エンジンの回転が高いほどタイヤバーがかかれているらしいです。タイヤを空回りさせるわけ。適当なところでアクセルを離さないと車を立て直せなくなるぞ。これを自分でコントロールするのは難しい。何度も挑戦しない。パワーブレードの方がさ、難しいことはないと思うんですよ。滑りすぎたらアクセルを置けばいいのか。ブレーキングブレードの方がブレーキングで横に出てミスった時のコントロールって難しくないですか。ブレーキングで車止まねえと。パワーブレードはアクセルを抜けばいいんですけど。まあいいや。バンドのこと話しようか。新しいパーツを切る。メーカーチームが解放されるとか、これ持ってはおりません。メーカーチームはターボなしの、ね、カードですよね。エンジンそのものの性能を上げていくっていうのです。5周だけ手をつける。5周ね、長いじゃん。それが違って車が多いから負けがいが多いんだぞ。そうだよね。行きましょうか。3D だってこの平面の絵の絵を組み合わせて 3D にするっていう、これすごいですよね。星は長い。使ってないですね。
ういう感じのゲームをもう一回作ってくださってもいいのになぁと思うんですけどね、こうレースゲームっては。こういうのもまたやりやすいんじゃないですか、こう。でもあれか、作るのが、制作が結構面倒か、こういう方が。下手に平面組み合わせる方が。という話をこの間しました。なんか平面のゲームってなんかいいよねって言ったら、いやなんか、それもそれでこういろいろ絵を描いたりするのがね、結構疲れるもんだぜと。なるほどなぁと思って。これどう走ったか、これは一体。まあ、向こうからしてみたらこっちの方がどう走ったんですけど、ね、アウトインアウトで走んじゃねえっつって、レインを守れと。なんか今までこう白いビアしか出てないんだけど、他の車出てきないのか、okay、スープラとかさ、なんか言ったりする GTO いないか、スープラとアレックス7もいいんじゃないか。で、ドリキンは何出てるの ?16 か ?NSX か、なんだ出てくるのか、隠し車種かな ?NSX が。で、主人公はずっと白いビアなのかな。気がしないね。いいね、いいね。いいよ、いいよ。この格好のアザーカーってできるのかな、今のなんか、サンバーかなんか知らんけど、ああいうやつ。うい。使ってますね、私ね。ここ芝公園じゃないのかな、デザインな感じで。ここであの汐留に来て左にぐるっと回ったりしないか分からんな。じゃあどこだ、あ、ここ八重洲か、まあ、左にぐるっと回る、これどこだこれ。今何時目これ。どういったかもしれない。きついね、もう。4周目西柄長いね、結構人です。まあいいや、ここでも一目ぐらい。最初だったね。